波方町は、愛媛県の東予地方にあった町、旧落ち郡、高輪半島の北の突端にあり、瀬戸内海の交通の要衝として、海運業が発展している。2005年1月に、隣の今治市を含む12市町村と、新設合併して、現在は今治市である。愛媛県の最北端、高輪半島の先端に位置し、東、西、北の三方を海に囲まれている。 中世以前半世紀近代並方町の系譜町村製紙工事。並方。日口昭和35年3月1日。小部町政志向。森上並方村。並方町。マテ型。宮崎平成17年1月16日。あ。新設合併。新。今治市発足。今治市今治市。朝倉村。玉川町。大成町。 菊間町、吉海村、宮久保町、博多町、上浦町、大三島町、関前村、阿蘇は35年5月1日あ座大浦の一部を今治市に編入。今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと。明治の合併前の旧六家村の名がそのまま、大技として継承され、並方町になっても継承された。 なお、波方は、元、和方と読んだが、博多と紛らわしいため、調整志向の際に読みを、波方と変更した。なお、現在、今治市になってからの地名表記は、波方町を入れ、大技は省く。また、波方を、大浦、丘、里、波方、西の浦、養老の六地区に分ける。下水道などの整備は、落ち軍の中でも進んでいる。現在は、 波形地区での工事が進んでいる。ケーブルテレビも整備していて、波形町自体がテレビ運営していた。インターネット基盤も整備されて、インターネット接続も可能になった。現在ではデジタル放送にも対応できるようになっている。波形町立保育所3カ所、私立幼稚園1カ所、波形町立小学校1カ所中学校は、 今治市橋浜地区との共立中学校で、愛媛県今治市及び波方町共立北、女中学校組合立北郷中学校と名前も長く全国的に珍しかった。だが、現在は今治市と合併したため、今治市立北郷中学校である。波方地区には国立波方海上技術短期大学校がある。地方ではあるが、世界の海運会では、 非常に有名な地名であり、海事都市の一部を構成する。海事都市については、今治市の項を参照。宮崎地区には、液化石油ガスや石油製品の物流基地が立地しているほか、2013年には、石油天然ガス、金属鉱物資源機構の LPG 国家備蓄基地が創業を開始した。並方地区には、東造船のブロック製造工場と、 港湾建設業の小林組の建設資材置き場が進出している。ありがとうございます。